はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル、続きやっていきましょう。ようやく、村の小屋の増築全部、全員終わって、そして、クラフトも、この、なんだ、ストーリーミッションを進めて、アンロックするもの以外のクラフトが全部終わりました。これで、あとそうだ。防寒服も最高までアップグレードしたんで、これでも寒さもへっちゃら。これでもサクサク進んでいけるね。それで、スキルが今2ポイントで、村人が現在191人。ローシャニのクエストは今発生していなくて、まずはまあ村の人々、言った通り村の人々のクエストを全部終わらせてしまおう。ダーと話せるようになってるから、小屋をアップグレードしたらダーと話せる。ダーと話してみよう。ダー元気にしてるかな？ダー。バルホマンシン。ダー、ソシャルハイン。ツワサル、ワナ。ウダン。ダークワッチ。タム、マルシャサル。ワナシマヌダラセワナマルシャサルジャルタライクワウスワサルゴアンウルスサルワヤ炎の姉妹。だが今弱いから代わりに倒して安全にしてよと。場所はここか。三姉妹、恐ろしいイジラの三姉妹を倒せ。ベリーハード。よっしゃ、ずいぶん南だな。やっていこう。サーベルタイガー、なんかどっかでまた誰か騒いでるけど、ん？あれ？あれ？オッケー、行ってみよう。結構標高の高いところにあるっぽいけど、三姉妹ってなんかイベントでも起こりそうな雰囲気がする。この上だね。炎の姉妹、ダーの敵討ちにイジラの姉妹を倒してから調べろ。様子見てみよう。現在フクロウ、この右の爆弾だとかも投げれるようになって、まあ、爆弾というかなんというか、あ、そうだね。どれが何のアイテムだっけ。確認してみないとな。これ豊漁か。あ、動物か。こういう動物の小屋もね、フクロウで解放できるようになりました。で、敵結構、これは三姉妹のうちの一人だな。広い。これも姉妹。ベリハだからな。これもだ。これ、あ、違う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 、こうか。おお、あ、フクロウのクールダウンがあるんだ。ちょっと様子見よう。盗まれた品ってのがあるんだ。あ、なんか燃えてる音。ちょっと袋のクールダウン待ってみるか。なんじゃこりゃ。狼の生首、こっちにもある。あれ敵だ。
まだなんか若干警戒してる臭いけど。暴れてどうなった？これもうちょっとパークを上げれば、そのクールダウンの速度を短縮できるそうなので。出た、ちょっと待ってよ。これスティング爆弾の凶暴化の火炎だもんな。凶暴化投げてみるか。なんか別の動物暴れてる。凶暴化を投げたいとこだけど、凶暴化これ X でいいな？ A だっけこれ。 A か。よし、おかしくなった。ん？じゃあどんどん投げてみようかな。ほい。おお。で、Y がスティング爆弾だな。これ、フクロウの能力上がれば、かなり楽なのでは？これ、スティング爆弾。蜂が襲いかかる。おまけにフクロウなんて気づかれないもんね。で、こういう敵をフクロウの手で倒すことだって、あ、できない。こいつはできないんだ。もうちょっとパークを取得すれば倒せるはず、うん、あいつとか倒せるんだ。こいつ倒しとくか。おれい。おお。よし、いっか。おお、見つかる見つかる。ちょっと待って、下がろう。降りてきた。レッジテイクダウン。バレたかも。呼ばれた、この野郎。で、あいつが姉妹だ。ほい。OK。おっ。硬い、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 硬い。ふっ。よし。あ、タイガーがやられてるぞ。ほい。ほい。うお。あ、そんなに痛くない。ほら。熱い。えい。熱い熱い熱い。ん？どこだ？いた。タイガー。タイガー蘇生。さあ、全滅だね。ちょっと火事が。火事が。熱い熱い。盗んだ品を返してもらおう。ウダムの怪我は、忍者の腕は、こっちはウダムの首飾り。 OK、 炎の姉妹完了。経験値も得てスキルゲット。ダーのクエストが完了した。スキル3ポイント。ビーストマスターどんどん上げてっか。タグ付け範囲の向上。ファウルパッティ2個あげよう。そして下の方に拠点が見えてるから制圧に行こうかな。クワチャストーン拠点。ベリーハード。行ってみよう。あ、まだ食う。はい。OK、南下するぞ。ん、敵だ。おれ、ほい、ほい。ほら。あ、真っ白になってる敵がいる。ここで
南の方に入ったね。あ、ここかなりいじられるな。ほら、イジラが多い。多分この範囲は拠点ここだけじゃないと思うんだけど。さあ近くまでやってきたよ。ここだ、デカめの集落な。肉あげとこう。で、タイガー待機して、ああもう一つあるね、かがり火。まずは心強くなった索敵。あ、木にぶつかる、木にぶつかる。お、スポット範囲本当に広くなってるかも。広くなってる。あ、広い広い広い。これならスポット漏れがなくて安心できる。動物捕らえられてるね。あ、2体捕らえられてる。これはいいかも。たくさんいる。フクロウは遠すぎる。警報器はフクロウじゃ壊せないんだ。一体動物放つか。おっ、さあ様子を見てみよう。あ、一人やられた。こういう時にね、スナイパーライフルとかがあれば。それは紀元前だから無理だけど、そういうのもちょっと恋しくなっちゃうな。動物逃げちゃったな。フクロウのクールダウンを待つとともに、ちょっともうちょっと近くに行ってみるか。暗くなってきた。まあ暗い方が、あーっと、暗い方がいいかも。待てよ、サビルタイガーそんな遠く回って大丈夫か。うん、さあフクロウが戻ってきた。もう一つ檻があったから、そっちも壊しちゃおうか。もうちょっと近づこう。この辺なら大丈夫だね。あー、すぐ近くにいる。クワチャストーン拠点。フクロウ、このこいつ錯乱させるか。警報を呼んじゃうやつが一番厄介だからね。で、ほい、よし、動物放った。凶暴化爆弾作って、おお、錯乱してる錯乱してる。ここから何人か撃てたりしないかな。おお、刺さったが、このままでいけばバレないか。倒れた。放った動物はどんくらい戦ったかな。こっち接近してきてるかな、これ。あ、接近してきてるかも。袋ちょっと早く戻ってきて、固めのやつを錯乱させよう。
そい。そして警報のやつをスティング爆弾で倒しちゃうか。もうちょっと近づけるかな。ほっ、よし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 。でこっちも8爆弾やりたいけど離れすぎか。こっちの人倒しちゃおう。あ、まだ檻あった。でこっちは戦ってる。袋すげえ便利。あ、硬くない方の敵がやられた。錯乱してる。あ、あ、待て待て、矢が当たんない。お、逃げてる逃げてる。ちょっと錯乱してる敵に任せよう。登った。あ、あっとっと、矢がもったいない。動物逃げちゃった。これならいけるな、結構。もうあとあいつぐらいじゃないか。よし、錯乱したやつ倒れた。クワチャストン拠点ステルス成功。リワードスタッシュ増加。袋いいんじゃないのこれ。村人もう少しで200人だ。じゃあスキル1ポイント、このかがり火ダッシュしに行こう。今度はタイガ呼んでと休もう。さあ朝になって、なんだろう、なんか揉めてるぞ。なんだ。ちょっと荷物整理、荷物整理 OK で、すぐ近くに敵がいるぞ。おらナイフ、おらこれで助かる。あ、まずいまずいまずい。あー、やられた。死んだウィンチャー。あ、待って、別のサベルタイガー。そう、じゃあここのかがり火行こう。どうし、ん、かがり火に近いところ、本当にここいいじゃん、多いな。よいしょ。ん、サーベルタイ、別のサーベルタイが、あー、サーベルタイが復活、別のサーベルタイがか。ほら逃げて、よし、でよ、まだいるか敵。いない、あれ敵じゃない、敵じゃない。かがり火はここだね。朝日がすげえ眩しい。痛い、なんだよ。メジ、オオカミが追っかけてきてる。さあここだ、グラップルして。タイガーはちょっと ここにいてもらおう。そこにいて、もういけるなら袋でやってしまおう。あ、なんか間違って投げちゃった。ハードだけど、
敵そんなにいない感じか。いない感じっぽい。ん、なんか警戒してるな。え、バレてるし、バレてるし、テイクダウン呼ばれた。何が警戒してる、バレてる。ほらこいつテイクダウン。わあ来てる、増援来てる。登ってくる。ほら、いてててあっちゃあっちゃあっちゃ。火を使われる、焼かれる。おい、うん、どこだ。ほら、おい、まだいる、いる。燃えてる燃えてる燃えてる。オッケー。さあかかりっぴ天下天下。よし、16分の11、あと5つかかり火。さてここら一帯はこれしかないんだね、拠点は。じゃあ今回はここまでにしようかな。ダーとロシャニーのクエストを終えて、じゃあ次回はあと誰誰だろう。ジェイマ、カルーシュ、オガ、ティンサイ。ティンサイでもやっていこうか。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。